ないぞ。前髪はね、もう寝癖を生かしつつの感じとなっております。寝癖を生かした前髪です。これ実は一切巻いておりません。アイロン通してもない。なんかいいよね、寝癖調子。このままね、ライブ出れそう。あ、間違えた間違えた。シェアを LINE でしそうにやりました。危ない危ない。あ、今日はもうね、今日はちょっとね、もうね、壇上読めないので、皆さん気楽に聞いてください。今日もちょっとね、15分だけしたらすぐ切ります。ちゃんと切れるのか心配やったって。ちゃんと来て、ツイッター見て、ですぐ始めた。アイロンここだけ通したんだけどね、今さっき。だから後ろとかは全然通してないけど、アイロン通す時間の最中に温めないといけないから、温めてる時間の最中にこう横さして、みんなのツイート見てた。今朝の夜から今日の朝までのツイートは全部見たよ。カツ丼やば。朝からカツ丼ちょっと重いけど嬉しいかもしれない。前はでも今とか絶対食べれないもん。なんか胃袋が小さくなったのと肌荒れしそう。今朝の夜かはやばい。すいませんね、2日連続スピン配信ごめん。めっちゃ申し訳ないなと思ってるよ、個人的には。すいませんね。眠てーて、まあ眠てー。いるわ、焼肉やば。マジさ、まつげがめちゃくちゃ伸びてきてさ、すごいまつげ伸びてきた。ぐんぐん下に下がってきて、上のまつげもぐんぐんって伸びてきた。お仕事頑張って。スピンですよ。そう、最近はメンバーにパックあげるのハマってて、そう、アリスにはメディヒールの緑のパックをあげました。寝ない。まつげギャン上げするしかないね。そう、最近ちょっとまつげギャン上げしてて、あとやっとね、櫛が見つかった。カバンの中に入ってた。あ、めっちゃうねってる、ここらへん。
お、やば、すごいぞ。見て、やば。持ち箸。起きるぞ。ただね、昨日はなんか、なんだっけな、あの田中みな実さん、あ、家のパックした動画、そう、なんか、うん、なんか昨日、おとといか、昔の動画を遡ってると、今はそれこそ眉毛を手入れするようになったから、そんなことないんだけど、前のね、高校時代すっぴんで、だったんですけど、なんかめちゃくちゃ困り眉で、なんか、みたいな感じだった。めっちゃ笑っちゃった、見ながらめっちゃ困ってるやんと思って、って顔やった。そう、35分までするね。やばいよ、くしゃみが出そうで出ないのやめて。出そうで出ないのやめてください。違うよ。あ、昨日皆さんなんかありがとうね、ジョイドン。びっくりしちゃって、前さ、多分ジョイドンが一人二人とかしか男女読まん、あの乗らんのかなと思ってたの、あんだけいたから。でね、そう、いつもだったら前のファンの方が、壇上に乗ってらっしゃる方がね、知ってる方で2人3人かなと思ってたから、びっくりしちゃって、なんか他のメンバーにごめんと思っちゃった。あ、私めちゃくちゃ無責任な発言しちゃったと思って、なんか他のメンバーが前に乗ってつくたびに、あ、ごめんと思って、もう申し訳なくなった。それはなんかごめんよね、前も思ったの、あ、ごめんと思ってそう、おおと思ってね。でもびっくりしちゃった。でもありがとうね。まあ、3人可愛いですとかも嬉しいですよ、とても。あ、私もう嬉しいけど、最近は毎回乗ってる、ありがとう、愛を確認できてない、ちょっとびっくりしたった。だが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 ね、あれ引き出したの、ちょっと昨日の乗るまでは私のすごく良かった気がする。もうね、超可愛かった、コナーが。コナー可愛かった。そう、めっちゃ楽しかった。コナーは埼玉の偉人だよ、本当に可愛かったな。そう、マジでレノンとね、コナーを愛する会になってた昨日は。そう、可愛かったな、コナー。バブだもんな、ね、楽しかった。前もなんかね、それこそいつも楽しいんですけど、昨日は特に楽しかったかな。うん、コメント欄の考え良すぎた、びっくりしてた。めちゃん今日も可愛い、何回言ってもいいんだよそういうの。まゆちゃんバブ、え、それはない、
それはない。餅はすまんかった。え、それね、反省会でおっしゃってた。あの、まえちゃんとか結構言うときに大きい声で言ってくれて助かりましたけどね。でも餅はちょっとびっくりしちゃった。あれ、カタカナじゃないのって言われた。餅って言ったから。そう、5億1回やばい。楽で問題読んでるとき答えて、そういうときあるよね。なんかさ、そういうときちょっと辛くない？おいおいおい、分かっちまったよってなる。N プラス1回、めっちゃ数学、めっちゃ数学や。 N 番目のあの何番目の数は何になるでしょうみたいなやつでしょ。あ、もう考えるだけで恐ろしいよ、寒いよ、やだよ。みんなね、今日も頑張っていこうね。ねえ、やだ数学、やだやだ。明日夜になると思う。あと明日も多分ね、15分くらいしかしないかも。そう、時間があったら30分くらいするかな。また高橋さんはね、ちょっとタラタラするんじゃなくて、美味しいところで切り替える方面にやっていこうと思います。みんないっぱいツイートしてね。暇があれば愛をつぶやいてください。その文章は長ければ長いほどいいと思われます。まあ、なるべく高橋姉妹をつけてくれたらありがたいけど、本当に割としっかり見てます、割としっかり見てますから。そう、みんなお仕事とか頑張ってて偉いよ。前も頑張んなきゃと思うもん。そう、まいちゃんでも英語さ、いくか。まいちゃん最近してないな、英語さ。まいちゃん最近英語さしてません。あ、まいちゃんって言われるのね。高島屋はもう毎日見てるから、みんなからの愛をもらってるよ、ありがとう。でもなんかエゴサーチっていう言い方が嫌いだから、みんなからのお手紙見てますでしょ。引っかかんないそれ。はしご高警察もしてる。でもね、違うはしごの方はちょっとね、また別の方がいらっしゃるからね、最近はちょっとね、おろそかに言ってますけど私。あ、あと、チャ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 。そう、チャッチャッチャッチャしました、してきました。お前もね、ファンの方のやつを見て言ってました。終わった後になんか「超好きなんですか？」って超の方に聞かれて、あ、めっちゃ好きなんですよね、めっちゃ読んでましたって。特にお姉ちゃんが大好きだったので、ね、めちゃくちゃ読んでて。それこそミルモデポンもそうですけど、ちびデビだっけな、
ちびデビュー私めちゃくちゃ好きで、そうちびデビューめちゃくちゃ読んでましたねって言ったら、ありがとうございますっておっしゃっていただいて、あやばい、スクショタイムだ。ちょっとありがとうございました。皆さん今日はね平日だけど元気元気で頑張っていこうね。まいちゃん、あとね今日大丈夫だった、朝ねちょっと歩けない方々とかはさ、ちょっとさあのすごい音で起きた方もいらっしゃると思うけど、うん気をつけてねみんな、マジで気をつけて、まあ、失敗してるよ。もう大丈夫みたいだから安心してます。なんかいろいろあったみたいだけど分かんないけど、うん、みんな頑張ろうね、ありがとう、今日も頑張ろうね、バイバイ。なんかさね終わりたくないけどね、準備しないといけないから切るね、頑張ってねって、バイチャオー、前もやってみたあれ、バイチャオー大好きよ。